ヤクルト、年度別、チーム最多登板。2010年、松岡健一、73試合。2011年、押本武彦、イムチャンヨン、65試合。2012年、日高亮、66試合。2013年、山本哲也、64試合。2014年、秋吉亮、61試合。2015年、秋吉亮、74試合。2016年、秋吉亮、70試合。2017年、石山太一、66試合。2018年、近藤和樹、74試合。2019年、梅野雄吾、ハフ、68試合。2020年、清水昇、52試合。2021年、清水昇、72試合。2022年、木澤尚文、マクガフ、55試合。2023年、予想、木澤尚文。